ピンクのロゼ、ロゼとブルーノマーズ、ブルーノマーズがそれぞれのインスタグラムアカウントで2ショット写真を公開し、大きな話題を集めている。ブラックピンクロゼ、ブルーノマーズにゲームを伝授ロゼの投稿では、2人が並んで笑顔を浮かべているショットを披露。キャプションには、ブルーノに式飲み会ゲームを教えた夜と書かれており、ゲームの最中なのだろうか、ブルーノは左手を上げて何かを指さしているようにも見える。なおロゼは9月25日には、俳優の水原希子、マイカ・モンローらと飲み会ゲームを楽しむ様子を動画で投稿していた。これと同じゲームをブルーノと一緒に楽しんだのかもしれない。ブルーノ・マーズ、ロゼにキスされそうになり、ブルーノの投稿では、2人の他複数の人物とゲームに興じる瞬間をアップ。キャプションには、ロゼにキスされそうになり、これもゲームの一部かと尋ねた。すると彼女は、ゲームなんかとっくにしてない。って言うんだと書かれている。なおブルーノはロゼの投稿にも、すごく楽しかった、君が僕にキスしようとしたのは覚えてる？とコメントしている。 SNS ではビッグスターの2ショットに驚く声が続出するとともに、コラボする可能性ある、もしかしてこのキャプションやコメントが歌詞の一部だったりして、コラボ曲実現したら最高とコラボを期待する声も多く、様々な憶測を呼んでいる。